さあ2センターから4コーナーカーブ、前で待つのは九州勢、人気を集めています。そして後ろから6番の松岡慎之助、この辺りから車を外に持ち出しました。残りは801コーナーに向かうところ。さあ後ろから動いて6番の松岡が前を抑える。森山は送り出しての3番手、短期勢に今のところ切り替えはありませんので、森山としては今のところは絶好のポジション3番手を取っています。ここで5番の小川が一番後ろを嫌って内から潜り込んで、どうでしょう、おっと山口の位置、ここはさばきにかかりまして、7番の山口が一度さばかれたんですが、もう一度内から行くか、7番車の山口です。前で待つのは6番車の松岡、追走3番の妖怪地は縦に踏んで2番車の森山、そして森山の行為は5番の小川が取っているんですけれども、さあどうでしょう、ここは突き切れるかどうか、最終の1、2コーナー中間地点、さあここで2番の森山先頭に変わる、追走は5番の小川刑事、あとは3番の妖怪地が現在3番手で、7番車の山口が自ら縦に踏むような感じ、3番手まで上がってまいりました。飛ばしていくのは2番車の森山、番手絶好は5番の小川刑事で、4コーナーを回ってくる、さあ2番の森山、森山先頭で踏ん張ったか、大外4番の上吹越か。